98年前須崎信用組合として創業した高知信用金庫が築50年を超えるふるさとの庁舎の職場環境を整えようとリノベーションを申し出ました。不要となったカウンターやパーテーションを寄付した。ほか、事務スクエや町内のプレートなどを新たに購入。総額およそ6000万円は高知信金が負担しました。 一新した庁舎できのうから業務が始まっていて須崎市の楠瀬耕作市長は費用が多額で須崎市だけではなしえなかった事業と感謝の言葉を述べています。